今日これからね、図書館に行って本を返すと。まあ、借りた本を、まあ、ほぼ読まないでね。ほぼ読まないでっていうか、まあ、要するに眺めてね、ザラザラザラ、パラ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 って眺めてね。で、まあ、終わりにしちゃったんだけど、12ヶ月の植物との楽しみ方みたいなね、本があって。で、まあ、それ読んだんだけども、読んだっていうか、まあ、パラパラめくったんだけども、まあ、基本的にやっぱりね、今まで従来のね、あんま変わり映えしないかなみたいな感じ。お、ビワの花が咲いてたね、今ね。ようなね、気がしちゃって。寄せ植えをね、なんか、寄せ植えが結構メインみたいな感じでね、紙面を取っていたんで、そういうのがまあ好きなんでしょうね。あと一応ね、ハーブとか食べる、飲むみたいなのもあったし、まあ、いろいろとね、いろいろな分野にわたってね、まあ、いろいろな野菜とかもあったし、まあでも、特別、あ、これやりたいなって思うようなものはなかった。で、植物でもね、草だけじゃなくて、草食じゃなくて、木なんかもね、結構載ってたんで、まあそこら辺はね、あ、だんだんと木もね、注目するように、ガーデニングでね、なってきているのかなという感じもした。木の花なんかもね、載ってたりするとね、今までは本当草ばっかりみたいな感じがしたんでね、マイクのコードが、なんだこいつ、おっかねえやつだな、おい。携帯電話しながら、おい。ちゃんと見ないでよ。ああ、本当こういうことがあると、カメラで撮影しててよかったなって思うよね。ああいう人が本当、まあ本当当たり前にいるからね。まあ自分もあの部類だったけどね、結構あの部類ってのは要するに結構携帯で電話してたりしたからね、平気で。まあ今はさすがにね。いや今日も寒いな、やっぱ風がむちゃくちゃ冷たいよ、おい。で、その本をね、もう期限が来ちゃったんで、まあ結局借りてもね、もうわーっと読み進まない本だ。本はね、結局ギリギリまで返さないで読むんじゃないかと思って、あ、草きれいに買ったね。草がきれいに買ってある。はあ、まあ、読むんじゃないかと思って、ずっと置いとくんでね、結局ギリギリまで借りちゃうことになるんだよね。ああ、日が当たるとあったかい。で、今日までなんでね、今日返して。まあ、そのついでというか、その流れで、ちょうど楽天の方からね、花丸うどんのちくわ天一本プレゼントみたいなキャンペーンがね、来たんでね、まあそれ、
食べてこようかと思うんだけどね。でなおかつそれ楽天エディで払えると思うから、エディのね今ね浜マッシュの 30% ポイントバックキャンペーンね、やってるんで、それでポイントバックされると思うから、まあそれにも該当すると思うんで、まあ花丸はねその店に入ってたから、店のリストには入ってたんでね、 30% ポイントバックと、でちくわ天空プレゼントとみたいなお得感があって、でなおかつ楽天ポイントも通常ね楽天ポイントももらえると。まあ他に何を買おうかなって今ね、今ねっていうか昨日ね、メガドンキホーテ、メガドンキホーテ浜松上店も入ってるわけよね、その 30% ポイントバックに。これは驚いたね。メガドンキやんねえだろうなと思ったけど、メガドンキ入ってて楽天エディ使えるって初めて知った。まあそれで、メガドンキね、昨日ブラブラ歩きながら何買おうかなと思ってね、まあ要するに 30% オフで買えるわけだから、それもメガドンキで要するにもう 50% オフ 60% オフみたいになって安くなってるやつを買って、またそれで 30% オフだから、むちゃくちゃなんかお得感があるような。あ、図書館こっちから行くか。感じがするんで、これを機会にちょっと一層ね、必要なものをまとめて買っておこうかと。まあこれからね5年10年先のまで見越して必要なものを買っておこうかと思うんだけどね。そのためにいろいろ見たんだけど、まあそう思ってもなかなかとね、あ、これは必要だろうと思えるようなものは少ない。なきゃないでいいよなって思ったんだよね。下着とかもね、まあ別になきゃないでも今まで生きてこれたから、それが逆に不思議だけど、だけないで生きてこれるんだよな本当。いやー寒いっていうか本当冷たいんだよね風がね。ああ楽天チェックインもやっていこう、ついでに忘れないように。はい、西図書館到着。なんかこれメガドンキホーテで安く売ってたような自転車にも見えるんだけど、ということで到着。まあまあ行っちゃおう、もうめんどくさい。今日は本を借りない、確定申告しなきゃいけないし。
編曲です。はい、ローソン行って楽天チェックインして、それから花丸うどん、ほんと今日は風が冷たい。ここから曲がって行ってみるか。いつももう一本先の道をね行くんだけど、この公園も綺麗にしてるんだけどね、まあ毎日一組ぐらいは遊んでるかな。ここもそばどころもいっぱい来てみたいとは思うけど、日向ぼっこしてカップヌードル食べて、これぐるっと回らないとあれなのか、今のとこから入ろうと思えば入れたか。ここ自転車置き場なんだ。あ、起動してなかった。あ、あったか。テーブルがあっても椅子がない。USB 充電もできるの？コンセントと USB ができて、でもって Wi-Fi がね使えればこんないい環境ないよね。今起動中ね。あったかい。1ポイント1ポイント、まあこんなもんでしょう。他どこあんだ。西伊庭、南伊庭、西伊庭、今西伊庭だよね。南伊庭、ケーズ電機か。神谷さだ、やっぱあっちの方だな。